サスタをご覧の皆さん、こんにちは、こんばんは、みさこです。さて、私はですね、今タイにいるんです。そんなタイにいる私にね、突然ツイッターでリプが飛んできました。レポートお願いします。何やらですね、バーガーキングでぶっ飛んだチーズバーガーがタイ限定で販売されているということで、これは食べなきゃいけない。行ってきます。入ったので帰って食す。運動は前借りだ。カロリーの消費の前借りをして帰る。一生懸命一生懸命ターバーバーキンイエー。はい、買ってきました。これちょっと開ける前にバーガーといえば、はい、ペプシー。これね、あの空気圧の関係なのか、売ってるやつね、こうレジっていうか、あの売ってるところ行くと、なんかここの隙間はそれぞれ違うからね、多いのをわざわざ選びました。それはさすがに選ぶわ。で、さすがに甘すぎんだろということで、セブンイレブンででっかいブラックコーヒーを買ってきました。でっかいブラックコーヒーで、さらにこれも買ってきました。マンゴー、あのタイはね、こう熟す前のね、固めのマンゴーをですね切って、でこちら、はい、唐辛子と塩と砂糖が入っている粉、これにつけて食べます。よし、準備は万端だ。開けるか。はい、チーズバーガーいきます。はら。マジかやばない。これどっからどう見てもチーズなんだが、こちらはですね、109バーツです。日本円4倍にするとだいたいこれぐらいの額です。で、ちょっと今もうね、行った時に、あ、グラブで頼めばよかったと思ったんですけど、グラブは、送料20バーツかな、かかります。まあちょっとこれからカロリー取るんで、運動先にしようと思って歩きました。では行きます。いただきます。おお、チーズだ。やばないこれ。ただ20枚重なってんのよ。チーズ20枚一気に食べたことある？ある？ないよね。ある？ある？ね、なんで販売しちゃったんだろう、バーガーキングは。いや、マジでびっくり。マジで今びっくりしてるよ。マジでびっくりしてるが、なんだろう、悪くない。なんだろう、悪くないぞ。うん。ねえ、これチェダーチーズっていうの？これ黄色いの。待って。食べたところさ、もうそうないんだわ。カスタードクリームかな？おいしい。カロリーやばいね。とりあえず普通のスライスチーズ61キロカロリー。ここだけね、パンのこの部分は入れません。ここだけ1220。お前1220もあんの？ペプシが合う。あ、
ちょっとね、ケチャップが気持ちばっかしついてんの。これだけ見たらなんかタワモサンド食べてるみたいだけど、チーズです。ケチャップいいじゃん。いいけどさ、あっ、気づいたぞ。これ多分だけど、止めたらダメだ。止まったら終わりだ。食べ進めることとする。思い出せ、あの一口目の感動を思い出すんだ。口の中の味を直そう。なんてさっぱりするんだ。うまいじゃないか。今危ないわ。バイオハザード4のレオンが今なんか追いできたわ。テロップが出てた今。危ない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 。ああ、びっくりした。重いよこれ。マジで。本当に重いよ。大丈夫。この往復の歩いた分のカロリーを先に行こう。カロリー消費を先にしてカロリーを取るっていう手法にしたわけ。この後動くんじゃなくて、先にカロリーを消費した上でカロリーを取ってるわけ。から今私はカロリー不足なわけよ。1200キロカロリーを普通のウォーキングで消費するには5時間半です。普通の水泳で2時間です。普通の自転車で2時間です。誰だよ、カロリー消費を前借りしたっつったの。さっきの考えたら一口で終わるよ。ただその余力を私が残しているように見えるか見えるか見えるやつ手挙げろ。いいよ、素直に言うわ。ちょっと性格歪んできた。素直に言うと性格が歪んできている私。油分と塩分で性格が歪み始めてる。でも食べますよ。でも食べます。でも食べます。いきます。うん、あでももうちょっとで終わる。これをね、食べた終わるのよ。なんだろう、あの最初の感動はどこに行ったの。私は初めて食べる。このチーズバーガーは初めて食べる。私は初めて食べるんだよ。私は初めて食べる。これから私はチーズマンガを初めて食べな。これ食べたら終わると思った。
これ一口いっちゃおうよ。もう 目の前から消そう。うん、そうしよう。最後いただきます。頭がおかしいバーガーキングのチーズバーガーを食べてみました、まあ、せっかくタイにいるもんだからということで食べてみましたけども、一人で食うもんじゃない。なんか友達と半分とか、面白いな、食べたい、一口目感動、二口目は明日以降にしようみたいな気持ちにはなる。ただ面白かったからよしということで、今回の動画は以上になります。よかったらコメント、そしてグッドボタンよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。